はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。9月5日8時31分ですね。朝方ですね。朝早くからもう5時頃から仕事しております。会長ですね、通貨国の変化徐々に分かってきました。バイナリーオプションスペシャリストか FX で稼げるようにまた FX で稼げるのかということでね、1万2000円ぐらいの資金から始めまして、4ヶ月目、やっと2万円になりました。7000円ちょっとぐらいのプラスですね。4ヶ月間でね、4ヶ月目でね。会長ですね、会長ですね。それで、ノルマは1割以上で、予定は2割月、口座資金の2割を稼ぎたい、5年で1億にしたいと、1万円の資金を5年で1億に したいということでね、頑張ってます。月、2割ずつ稼いでいけば5年後は1万円の資金でも1億円になります。このゲームのオンラインゲームとの曲と共にね生きていきたいと思います。戦いですね。私は還暦を過ぎてます。それでですね、相当ね注意してまして、いきなり大きい資金だとやっぱり非常に危険があって口座の資金全部なくしてしまうんですね。もう何回もやってます僕は、何回もやってまして口座資金をすっ飛ばしてますね。で1億円近くで投資するまではね、まあ1億円の僕投資家ですけれども特に慎重にやっていく。実際問題はね、このように1万円資金から5年後1億円にしてっていうことですね。これが基礎ですね。初めは練習ですね。ただライブ投資でね、じゃあ資金を増やして何回も何回も毎日毎日仕事訓練していくっていうことですね。慌てることないんですね。で1割ずつ月稼げればね、10年では1億円になりますからね。で1万円資金1億円になったらもう100億円ぐらいすぐなっちゃいますよ、ね。まあ毎日仕事することが大事でね、今んとこ、月1割稼ぐのは非常に簡単になってきました。ただノルマとしては口座資金全部なくすことがあります。跳ね上がりがあるんですね。その時にどうやって対処するかですね。跳ね上がりが今んとこここんとこね1年間ぐらい出てませんけれども、以前とか半年ぐらいですか、跳ね上がりがあるんですね。この時にどうやって対処するかですね。1ヶ月分の資金ね、1割ぐらいで収められればいいんですよね。その跳ね上がりの時期ですね。そこはね非常に難しい。で荒れてきたらねもうめちゃめちゃに出てきます。だからそこのところをよくね知るということが
気がつくということが難しいんですね。普通のねチャートの動きと全然変わらないんですよね。これはね相関、まあ、系でやってますけども、世界の状態をテレパシーで脳波で探んないとなんですね。波形じゃ分かんないです。社会の動き、ニュースを調べてね、あと人間の頭をよく見抜いていく動きを、社会のビジネスの、これが必要です。だから超能力が必要なんです。超能力ない人は投資できません。超能力がない人はできません。稼げません。ここのね危ないね、跳ね上がりの時、跳ね下がりの時っていうのは読めないんですよね。普通の状態で起きちゃうんですよね。チャートで見ても全然普通と変わんないやですよね。そのチャートだけでは分かんないところね、チャートはもう結果が出ますから、跳ね上がったら跳ね上がったね、出てきますからね。そこですよね。跳ね上がったらね、そこ、まあ、打てばいいんですよ。戻るっていうことが多いんですね。だけども、本当の跳ね上がりは戻んないんですよね。それがね、逆にどん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 なくなっちゃうんですね、資金がね。だから、水準率パーセントがもうオーバーしちゃう。100%。以下になったらもうおしまいですね。 100% になったらおしまいですね。もうこのようにね、この 曲はね流れてますけど、バックオンラインのね曲ですけど、厳しいですね、戦いですね。まあいい空気の中、涼しい中で仕事してますよ。野菜ジュース飲んでてね、うん、あのドクダミ草でも摘みに行かないといけないんだけどね、それ一番体に健康いいんですよ。がんの予防なんですね。今がんは多いですからね。今正常ですね。上がりも下がりもしないです。今ね、世界の変化、外貨の変化、今ね静かです。今日ここ1時間あまりね変化ないんですね。ここ2時間ぐらい世界中の外貨の、ね、動きはね安定してます。私はもう全部見てますから、全体で見ないとダメなんですね、状態ね。地球上の外貨の変化を全部見とかなければ分かんないですね。それで決まるんですから、世界の外貨の変化でね。これがね分かってきたことですね。ペアの通貨国見たって分かんないですね。世界が動いてるんだから、2つのペアだけだったら、他が変わったらすぐね変わっちゃった、状況が変化しちゃいますからね。結局世界の通貨をね、動きを知ってて、僕音で知らせてくれるんですよ。世界の通貨の事情がね変わると音が鳴るんです。私のところ、僕のインジケーターはそういうプログラムになってるんですね。異常とか正常とかね、24時間を音で教えてくれるんです。今世界の動きが異変だよなんていうのはもうすぐ分かるんです、僕のとこは。これは僕の3000万円のインジケーターです、性能です ね。100億です、実際はね。売り値は3000万円ね、うん。で、
10本以上買う人がいなければ売りません。まとめて10本ずつですから。ただね、再生型ですからね、インジケーターはね、すぐシグナルが変わっちゃいます。だから僕も当てにはしてません。全然3本のシグナルの3本のうちからいいのが1本出るんです。あとは勝てません。それを見抜いて僕のインジケーターで投資してます。そのまま投資しても勝てないですね。プロが持つインジケーターですもんね。私スペシャリストが、世界バイナリーオプションのスペシャリストが作ったインジケーターです。プロだけが使うインジケーターです、ね、プロじゃない人は使えません。稼げません。プロしか使えない、プロしか稼げないインジケーターです、ね、だから3000万もするんですね。ただ MT4 のインジケーターだけでね。ただスペシャリスト、世界スペシャリストが作ったインジケーターです。穏やかですね、今外貨の動きはね。変化ないです、全然。もうずーっと安定してます。こういう動きはあるんですよ。こういう動き、こういう動きはね。わかります?数学によってこういう動き。二つで調和されてるんです。いつもと違う動きが大事なんです。世界の情勢がいつもと違う動き、傾きがあるかということなんですね。わかります?動きは反比例してこういう通貨庫によって上下、ね、また両とも上とかね。そういうのはね、変化じゃないんですね。わかります。難しいでしょ。通貨国のね、世界の状況の変化、ね、いつもと違うということが問題なんですね。いつもと違う動き、全部見んです。地球上の外貨のね、変化を。その大元のやつ。最もよく動く通貨国ですね。だそれをね、今ね、だから6カ国を見て分かるわ。大体主要で6カ国見てる。だから7カ国ですね。USD、JPI、ドルを中心してますから、それで6カ国で、6個ペアで動かしてるんですからね。7カ国ですね。それで大体分かるんですね。ね、この戦闘です。この戦闘の曲、この戦闘の曲がね、投資中、仕事中、ね、私のバッテリー今充電してましたよ。バッテリー充電してんですけどね、全部し直したんだけど、バッテリー今ね、まだなかなか充電終わんないね。今、ね。ね。単4か。はぁ、あ。しかし私はお金に不自由しないわね。ね。お金に不自由しないっすわ。さてと、頑張ろうね。練習と試験と、ね、ライブの奨学資金の試験投資、頑張ろうね。まだまだ時間かかるね。まあ、将来は1K 兆円稼ぎますから。将来は1K 兆円。1K 兆円稼ぎますから。そのためのね、仕事ですね。
一人で1慶長円ですよ。まず世界一の億万長者にならないと、なんないとね。以上です、今の投資状況をね、最後にちょっと触れます。こうですね、こうなってます。ありがとうございます。